今回の伝統の神々は私の愛した大人の子供です。なんかね、いいね、ちょっとだけ言うとさ、みんながなんか好きなんだって見てくださってる方が、ね、ですよ。私の愛した大人の友達、成人した人から好きな男を選んで、今はピックアップ告白会にしたい。犬川淳はチキンカレーが好きでところてんが嫌いなんですよ、うん、だから私はところてんを食べない私の好きなんじゃない、みんな声が分かんなくなる。ひそかさんがすごいね、意味なんて、変態なんですよ彼は変態以外の何者でもない、みんなが一体どんな成人式に合わせて大人っていうテーマもあるので、ちょっとその辺どんな男性の名前が出てきたのか、こちらの方はもう配信でチェックしていただけたらなと思います。みんな見てください。